背中の聞かせ方が難しいです。背中はね難しいよね。難しいんですよ。視覚聴覚味覚とかいろいろある感覚器の中で、はい、視覚が大体8割を占めてるらしいの。そうなんですか。そうだから前側見える範囲ってやっぱ意識しやすくて、はい、特にさ二頭筋のトレーニングとかでこうやって覗き込むと、はい、すごい聞かせやすいって言われてるんですよね。確かにそうなので、はい、背中ってやっぱり見えないからやりにくいんですよね。そういうことなんですね、うん、なんかいい方法ないかな。あの首を180度ひねって、うん、背中が見れるようにしたら絶対効きますよね。いいね。それ死んじゃうな。あ、そっか。だから鏡を手で持って、うん、こういう感じで背中を見てやるのどうかな、うん、いいね。それオーラインを剃る時の話。